急用ができてしまった。買い出し任せていい？うん。後で連絡する。少し非常識じゃないですか。どうしても君に会いたかったんだ。だからって学校にまで押しかけてくるなんて、もし私たちの関係がバレたりしたら。俺は構わない。あなたは構わなくても私は困るの。そうか、それはすまなかった。だがこれだけは分かってくれ。俺は君を一生守っていくつもりだ。ふん、私まだ子供なのに。関係ない。これは。ん？ねえ、私のこと、愛してる？ああ、愛してる。世界中の誰よりも。本気？本気だ。私みたいな女に入れ込んだら、あなたの人生、むちゃくちゃになるかもしれないのに。関係ない。そう言っただろ。バカ。本当にバカよ。あなたと距離を取ろうとしてるのに、あなたはどこまでも追いかけてくる。私、あなたのことを不幸にしたくない。俺は不幸になんてならない。君を守ることが俺にとって一番の幸せだからだ。こんな目立つ場所でなんて大胆な。そんな事態になったらさっさと手を引こう。ゴシップなんか追うもんか。僕にもプライドっていうものがある。ゴシップって何？人のプライベートをセンセーションに暴き立てることだよ。そういうのはダメなんだ。ゴシップ誌は世の中にたくさんある。でも僕は好きじゃないっていうだけ。オッケー。私もゴシップみたいなことはしないようにする。ああ。